皆さんこんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。中国四川省成都市青白港区で震度5の地震が発生した。地震は硫酸山断層帯で発生した。約1500万人が住む成都市内では強い揺れを感じた人が多く、この地震による死傷者はまだ確認されていない。同日、武陽市の一部地区では土石流が発生し、現在までに16人が死亡、29人が行方不明となっている。田畑は押し流され倒壊した家屋も多い。多くの電柱や橋も倒れたという。三峡ダムでは、ここのところ水位はほぼ横ばい状態です。だいたい 172.1 メートルで、行ったり来。三峡ダムではじわじわと水位が下がりつつあるようです。現在172、3メートル台となりまだ下がる。可能性はあります。流入量に合わせて、放流量を調整してきまし。四川省、茂る県、大規模な土石流が発生し、村全体を飲み込んだ。中国メディアの財新も、事故は人災の可能性もあると報じた。地元住民らは事故前から当局に、山の斜面にある、大きな亀裂について何度も報告していたが、何ら対応はなかったためだという。被災地では雨が降り続いており、村民は土石流の再発を警戒している。豪雨は今後さ広い範囲で続く見通し。中国の中央部は、氷、大雨、強風、雪などの厳しい気象条件に苦しんでいます。中国南部で大雨が降り続き、洪水や土砂崩れなどの被害が相次いでいる。連日の豪雨により河川の水位が上昇し、福建省敏港支流や広西チン族自治区西支流、広西省広上流、湖南省小広上流などで警戒水位を超え、洪水が発生している。江苏省常州市では強風に見舞われ、小さな小屋が吹き飛ばされ、市民が逃げ出した。湖南省鄭州市では、大雪や着氷により、送電塔や電柱などが倒れるなど、自然域で電力供給設備が破壊され、多くの地域で停電、市民生活に影響が出ている。北京、河北、山西、河南、山東など各地は次々とにかけて豪雪に見舞われた。農業資材価格相場システムのモニタリングによると、の野菜価格は、全国的に軒並み値上がり、豚肉価格は、小幅高、卵、穀物製品、食用油、乳類価格はほぼ安定していたという。大雪の影響による、野菜価格の上昇幅が大きかったのは、順次、河北、天津、山西、河南、陝西の各地。気象状況が、極めて芳しくない場合、小中学校は休校措置を講じるよう緊急通知を出した。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご興味がありましたチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると幸いです。こっそりメンバーシップも始めました。それでは次の動画でまた。